はい、2018年12月13日木曜日ですね。2016年ズルトレーダーで、1億円近く投資をしておりました、ハンマイロー先生です。大成功ですね。インジケーターの調整は最高、調整今5勝2敗ですね。今週5勝2敗です。ちょっとパスタ茹でてるんで、ちょっと時間が来たらすぐ出ないといけないんですけれども、大成功ですね。自家用ジェット機買えますよね、2台は買えるかな。だけども豪邸建てたりするからね、別のものになりますけど、何を買おうかなと思うんだけど、一番前もって決めてこないとね、盗まれちゃうんでね、車なんか高級車なんか買わされたりしますから。私はね、1台あればいいんです。車は1台あればいいんです。今電動自転車でやってますけど、ベンツも持ってましたけどね、15億円のベンツも持ってましたけど、ここにね豪邸を建てようと思います。でまだ稼いでないんでね、一応試験が通りました。今週はねバッチリみたいです。今5勝2敗ですからね。それでね、投資数が10個以上じゃないと正確じゃないみたいです。再現性がないですね。勝率 100% でね、9回か8回のね投資数では負けました。それが負けました、5勝2敗のねうちね1つ。ということで、こちらのインジケーターですね、濱岩先生のインジケーター、素晴らしいですよ。これでね、次回用ジェット機を買おうと思ってます。まあ豪邸の方にしますけど、豪邸を買おうと思います。これで稼いでね、ギリチョンだったなー、今年稼げるようにするのに今年2年かかりましたよ。ギリチョンです、ギリチョン。生活費がなくなったところなんだね。それでやっとですよね。指定のインジケーター使ったって稼げないですよ。自分で作んないと、インジケーターは。こういう風にしてね。こんな風にしてインジケーター作んないと稼げないですよ。ね。今週ね、先週11連敗ぐらいしてね。それで1万8000ぐらいになって、今、21,352円。3本勝ちですね。5勝2敗ね。5勝2敗ですよ。また戻して、これでちょっと増やしていこうと思います。ね、ということですね。ちょっと、ね、パスタ茹でてるんでね、ちょっとこれでまた。